どうもルジクニでございます。最高の財閥を作っていく財閥タウンズ、今回もやっていきましょうか。前回から引き続いてでございますが、早速家賃収入、さーて4000万、こりゃすごいこりゃすごい、うまし。でやっぱり大豪邸を増やした方が家賃収入的にも美味しいんで、みんなねどんどん大豪邸にね引っ越していってほしいんですよね。なのでまちおこしでこれ貯金、よく働いて貯金を増やすっていう、これちょっとやってみようか。これをやることでとてもよく働き、働こうって言ってる。みんな働いてどんどん貯金を、働こう働こうって、あ、新しい人が増えた新しい人が増えたな。これ水戸黄門っぽいきっと来たな、これ。まあ一旦フリーターでもいいか。フリーターの方が新しいなんか職業発見しやすいっていう話なんでね。これで、あ、どんどん戦ってる、どんどん戦ってる、いいぞいいぞ、どんどん貯金してくれみんな。お、思想家を極めました。危ない匂いがするが、とりあえずこれで、あれだな、どんどん今建て替えが渋滞してんな。これ働きたくて、みんな働きたくて働きたくてしょうがなくて渋滞してんな。お、どんどん戦っております。これは素晴らしいのでは。これいいね、これ貯金させるやついいね、これね。どんどんみんな働いて貯金してくれと。あー、ここも戦ってる、いいよいいよ、素晴らしい。お、新キャラメルの大ヒット、パティシエの桃子さんが、げんこつキャラメルが全国的に人気になっている。歯ごたえのある甘みが出せてよかった。歯ごたえのある甘み食べてみたいな。なるほど。お、ソムリエを極めました。どんどん職業も極まっておりますが、新しく作れるようになった建物が前回からあって、それ何かっていうと、これカーディーラー作れるようになりました。ここに建てようかな。ちょっと待って、カーディーラーはカーディーラーで何か専門街があったはずなんですよね。ちょ、それ確認しましょう。あ、バイクショップと隣接か。バイクショップと隣接なんだけど、これだけじゃダメで、大学が必要っぽいな。これか。あー、タッカー。タッカー。とてもじゃないけど、これ。あー、ポイント500必要なの。そもそも500まで貯まるか？ちょっと貯めないとダメ感あるね。でもとりあえず車見たいから、建てるか。カーディーラー建てます。ここに障害物がありますって言われました。失礼しました。これかな、ドン。これを壊して、したらカーディーラーをここにドン。これどうだ、これでみんな車乗ってくれるようになるんじゃないか、察するに。どうかな、できたー。あ、専門街、あ、ここの専門街が発生しただけか。さて、車に乗ってくれる人が増えるといいんだが。タウンズウォーカー最新号、地平線の彼方までドライブが発行されました。いよいよ乗用車の販売、やったー。ついにマイカーを手に入れて、週末は景色の綺麗なところにドライブに行こうかと思ってます。来た、乗り物ゲット、来た。あー、車乗ってる、早っ今車乗ってた。はやー、なるほど。あ、これはいいね。緑色の車なんだな。あ、また入った。乗り物ゲットか、乗り物ゲット。花ほじろうさん。また新たな人が入ってきましたが。で、あとそういえば、ちょっと待って、このオフィス。このオフィスの時価を上げると、なんかさらにいいらしいんだけど、これの時価を上げるのはどうしたらいいんだろうな。なかなかこのオフィスの、これもだってかなり専門外になってんだけどね。まあ、とりあえずこの家電量販店の、が一番強いんで、これちょっと上げていこうか。360万。400万までとりあえず上げるか。ね。うちで一番土地の価値が高いのは家電量販店ですよ、と。
よし、402万。これでまた次回ランキングが少し上がるんじゃないかなとは思いますが、お、有名タレント現る。ルジグリさんがテレビ CM のオーディションを受けたところ、ペットの猫が合格しました。あ、私じゃなかったんですか、でも嬉しいですと笑顔を見せていました。この影響に、ま、より街中ではペット関連商品が飛ぶように売れるようです。なるほど。とりあえずなんだんだ、とりあえずなんだが、これ作りたいんだよね。大学、大学校500ポイントまで貯める必要がある。これは厳しい。さて、早速、ランキング。あれ、専門学校1号店。こっちの方が高いのか。なるほど。専門学校1号店ってどこだ？そっち上げた方がよかったか。どこだ？どこだ？これか。こいつ高えのか。なるほど。じゃ、こっちに使った方がよかったんだな。460万。500万ぐらいまでいけるな、この感じ。3つ使って来年は500万で、500万の土地を。よしよし。これ来年に期待だな。お、500万の土地が発行されました。研究ポイントが100ポイント与えられる。やった。でも文化ポイントが全然足りないんだよね。これもう産業を発掘していく上でも、全然、ニッチもサッチも、ニッチもサッチもいかんのよ。もうちょい安いところであれかな、やっぱり。じゃあ、スーパーマーケットと宝石店でまた新しいものができるはずなので、そっち試していきましょうかね。梅酒が大ヒット？ソムリエ。梅酒が大ヒット。この件に関して花子さんは、私の専門はワインなんですけど、香りと味わいが大切なのは同じですねと語ってくれました。ドリンク関連の商品ね。あとあれかな、全員がこのカーディーラーまで距離的に行けない可能性があるから、こっちにもカーディーラー作ってあげた方がなんとなくいい気がしてきたね。ストレススーパーマーケットできた。で、あと宝石店、宝石店、あ、作れん。350ポイント、ポイントが足りない。ちょい待ちだな。カーディーラーここら辺にも作ってあげるかね。ちょっとお金もったない気がするけど。これでこっちの人たちも車買えるじゃろうと。お、実のなる木。凶作でしたー。残念。まあ、順次どんどん乗り物をね、買ってってくれてますが、お、早速入った。目の前の乗り物ゲット。よしよしよし。これでみんなね、あの車を買って、超長距離の移動ができるようになるんじゃないかというところでございますな。さて、今年度の家賃収入。かなり前回より増えたんじゃないか？あー、でもそれでも600万ぐらいか。まあ、うまいうまい。どんどんお金が安定してくるようになりましたね。これね。素晴らしいです。さて、新たな建物が建てられるようになりましたので、どれかっていうと、産業 B の方かな？スーパーマーケットと、だいぶ偏僻なとこに作ることになるけど、スーパーマーケットと、あと宝石店、宝石店、宝石店。これだ、宝石店。ドン。これで多分ここもまた専門街になるんじゃなかろうかと思うんだが、どうだ？ちょっとマス目的に微妙か？要確認だな、これ。専門外なったか、これ。なってないかも。職業取締役を発見って今出てたの。なってないな、これ。ちょっと待てよ。したら、ちょっと位置が微妙なんだな、これ。スーパーマーケット、ブリック、宝石店。ここブリックある。スーパーマーケットある。宝石店ある。この右側に立てなきゃいけないっぽいな、これ。ってことは、ちょっと待って。宝石店がすまん。一旦撤去して、宝石店を、宝石店を、こっちに、ここに建てたらいけるか？この関係性。いけてほしい。いや、ここじゃないと厳しいかもしらんな。
ここに建ててみようか。いけるかどうかちょっと要確認だな、ここで。いけそうな気はする、なんとなく。お、専門街になったか、これ。なったのか。いや、来た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 。ショッピング街が誕生。よしよし、これでここ新たな専門街になりましたよと。で、今まださらに発掘、神社とかも建てられるね。釣り堀とかスポーツジムとか、もうちょっとここら辺の安いの行っとくか。電波塔とかあるな。スポーツジムとか研究してもらって、あとあれだな、専門街になりそうなのをちょっと確認していきましょうか。お、今年のランキング、さて500万まで上げたが何位だ。14位。だいぶ食い込んできました。1000万円、ありがたい。もうちょいなんかいろいろくれてもいいんだかな。やっぱ1位にするにはもうちょい上げないとダメか。が、今いろいろ作りたい。今いろいろ作りたいんざんすな。旅館とか、作りつつ。さて、新たにまた建物が建てられるようになりました。ここに病院を建て、病院と、あとは、スポーツジム。スポーツジムを建て、で、あとは、旅館ですね。旅館、あったあった。この旅館をここに建てる。これで専門街がまたできるはず。で、さらに、ここに、西側にしよっかな。ここはここで専門街作りつつ、そうやな、ここをちょっと道伸ばして、こっちの道こういう感じで伸ばし、ここちょっとつなげて、ここにまたなんか専門街作ったるか。ここの専門街はもう作れるようになっているのがいくつかあるんで、まずピザ屋、あ、1マス足りんか、これ。ピザ屋、ファーストフード店、ちょっと1マス足りんかった、すまん。ファーストフード店、で、あと警備会社を建てれば、またこれも専門街になる。とのこと、これだ。警備会社。ドン。で、ここで道繋いであげて、こうしよっか。よし。ここ1マス余ってるから、なんか適当な産業建てたるか？今まで1個も建ててない、コンビニとか。まあ、ここら辺じゃない、コンビニが建っててもいいんじゃないか。よーし。お、専門街担当、健康街。よしよし。これ左側だね。ここが健康街になりましたと。で、ここにもまた新しい専門街今建てておりますので、いい感じになるんじゃなかろうか。よし、専門街になった。専門街ハッカー街誕生。これ素晴らしい。一気に二つも専門街ができましたな。またこれあれだな。でも、もうちょいいろいろ。また建築せな、産業発掘せないかんが、お金っていうか研究ポイントが全然足りんのよな。これ困ったことに。お、4年に一度の世界的なスポーツの祭典、国際ピックの開催地入っていましたが、あー、ダメなのか。次4年後か。何があればオリンピック開催地に選ばれるんだろうな。結構発展してる街だと思うんだけどね。さて、ランキングちょい上がりで10位、トップ10まで来ました。ついに全国のトップ10に入りました。1600万、ありがたし。あ、そういえばここの能力値下がる要素とかあるか。ないね。ないない。よしよし。
あと専門街がいろいろまだまだ作れるんじゃが、温泉街っていうのも作れるらしくて、湖が必要らしいんだが、大きな岩。湖。これのことか、湖って。ここか?これが必要なのか?建てる位置を間違えたか?もしかして。そうかもしれんな。それとも産業に湖ってのが今後できるか。テーマパークとかいろいろ作りたいんだけど、お金が全然足りないやーつ。それ神社ぐらい作っとくか。研究しとくか。これちょっとあれか。位置ミスったか。旅館の建て位置こっちに変えて、これが湖扱いなのかがわからんが。試すだけ試してみるか。これ壊して、旅館ここに立って、で、隣に森林を建ててやると。こう。これで専門街になるかどうかだな。要確認。神社が増えました。ここの専門街、網のなる木。アイキャップ。ありがてありがて。種はありがたい。専門街にはならないかったっぽいなぁ、これ。取締役を極めました。素晴らしい。湖ってのは何なんだろう。また別の要素が。あ、なったなった。専門街、温泉街。よし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 。これがやっぱ湖扱いだったんだな。なるほど。もうマップのキワキワまで来てるぞ、これ。あとさらなる専門街だな。いや、でも、言うて今回4個ぐらい専門街作ったんじゃないの。相当広がった感はある。というところで、今回はこの辺にしておきましょうか。はい。また次回、次のパートでお会いいたしましょう。またねー。